セミファイナル、不屈のブルファイター、高須翔太。ステージ4のがんを克服し、現在も経過観察をしながらリングへと上がる高須。同じ病気に苦しむ人たちのため、共に歩んできた仲間のため、そして次なる目標のため、前へ進む。闘病中の目標が、まあ、ゼストの本戦に上がるっていうのを掲げて、まあ、結構病気も治るか分かんないんで、ゼスト本戦っていうのは結構気が遠くなるような目標だったんですけど、まあそれを、まあ、達成することができて、まあそうですね、今の目標っていうのは、まあ、ゼストのフェザー級のチャンピオンになるのが今の目標なんで、次の試合はチャンピオンに近づけるように、いい勝ち方したいなっていうのは思ってます。対するは広島から緊急参戦、赤ヘル打法、平石康介。熱い心を持つ剛腕ストライカーが高須を場外までかっ飛ばすか。格闘技で、まあ、勇気を与えている人っていうのは、まあ、たくさんいると思うんですけど、闘病しながら、ね、格闘技を教える人間っていうのは、まあ、自分ぐらいしか本当に世界中からしてもいないと思うんで、で本当に同じ病気の人とかに、まあ、勇気を与えたいって気持ちがすごい大きいんで。心を、命を燃やせ。セミファイナル、フェザー級5分2ラウンド、高須翔太対平石康介。